ロータス76は、チームロータスが1974年の F1、世界選手権3専用に開発した、フォーミューラ1カー。コーリン・チャップマン、トニー・ラット、ラルフ・ベラミーラが設計した。チームロータスにおける故障は、ジョン・プレイヤースペシャルマーク・アイ。76は、成功作72の後継者として開発され、ウェッジシェープボディア、インボード式、ブレーキ、 トーションバースプリングなどの特徴を継承している。76独自の特徴は変速時のクラッチ操作をシフトレバーのスイッチで行うことができる電磁クラッチの採用だった。変速時のクラッチペダルの操作を不要としドライバーの負担を軽減できるという狙いだった。この発想は1990年代以降普及するパドル式セミオートマチックシフトとにペダルレイアウトを 先取りするものだった。フットボックスにはペダルが4本並んでおり、右からアクセル、ブレーキ、ブレーキ、クラッチという配置になっていた。中央にブレーキ2本としたのは左右どちらの足でも操作できるための配慮である。4ペダルの採用はロニー・ピーターソンのリクエストによるもので、カートの経験からテールスライド双方に用いたという。ロータスはドライバーが 日常の足にしているエリートにも4ペダルを組み込んで、集熟させた。空力面では、エンジンカウルが、リアタイヤ後方まで水平に延長され、細く絞り込まれた後端部に、上下2枚のリアウィングが取り付けられた。ボディは横幅がスリムになり、薄いサイドポンツーンの中に後退角のついた、ラジエーターが設置された。ロータスはこの76から、メインスポンサーである。 インペリアルタバコの銘柄にちなんで、第チマシンを、ジョンプレイヤースペシャルマークと呼ぶようになった。社名に、スポンサー名を冠するのは、アメリカのレース界でよく見られる手法であり、初代の76が、マーク I、後継の77は、マーク II、78は、マーク III、79は、マーク IV と命名された。これに伴い、 シャーシコードも JPS の付く投資番号とされた。なお、76とは自動車メーカーのロータスとコンストラクターのチームロータスが共有してきたタイプナンバーである。1974年の第3戦南アフリカ GP から実戦投入されたが、新車発表会で披露されたエンジンカウルと副用ウィングに代わり、通常のリアウィングが装備されていた。 電磁クラッチは斬新な装置だったが、ロニー・ピーターソンとジャッキー・イクスは慣れたフットクラッチ操作を好み、ほどなくノーマルな3ペダルに戻された。76は3戦出走したものの感想もままならず、チームは再び72位、e、を持ち出すことになった。その後、72と76のハイブリッド化などを試みたものの見込みはないと判断され、 機体の新車はわずか出走7戦で引退となった。76の失敗は大引き。ロータスは、翌1975年も 72E、72回を使用したものの球体かわいなめず、しばし勝利から見放されることになる。走行中の76、発表開始用の服用リアウィングに戻されている。オートスポーツ1974年4月15日号、3A 処方。 P11AB 会1 P、AB、一モデリング Vol.15 三階道2002年 P43 オートモデリング Vol.24 モデルアート社 P121 ありがとうございます